戦車武器の水川の海地の札幌の大学生がめちゃめちゃ好きでした。次に日本に帰ってくるときは必ず日の丸を背負って帰ってきます。そして次のワールドカップで手に戻るのは無理です。ありがとうございました。ありがとうございました。おめでとうございます。東京に全然寂しくないですよ。やっと3人になったね。またちょっと寂しい。ちょっとで、まあ負けないぐらい俺も頑張んないといけないですってみんな思ってます。それら3人は負けないでよ。そんなことはない。今まで努力した金のね、賜物だと思うけど、つけてもらって、まあ、厳しい世界だから、でもこの先ね、はい、まあ、本当に、まあ、後期の良さの動き出し、マークを外す、でフィニッシュをしたらどのぐらい増やせるかっていうので、勝負していく、はい、オランダ、体でかいよ、みんな。でそこで自分がどうやれば生きるのかっていうのは考えなきゃいけないし、もしかしたら9番じゃないポジションとか言われた時にどうするかっていう、そこは自分がしっかり状況を見て考えて調査して守りました。はい、ありがとうございます。サポーターの皆さん、1年半ありがとうございました。本当にこのチームに来て僕はたくさんのことを学びましたし、この素晴らしい西澤というピッチと素晴らしいサポーターの皆さんのおかげで生まれ得点を取れて、世界へ、挑戦する切符を手にできたと思ってます。これからも横浜 FC の応援と僕の応援をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。